今日ラジオネーム三平、有吉さん、リリコの次にブスなハーフタレント道端アンジェリカさんが大人気マンネリ番組ごきげんように出演をし、これだけは理解してほしい話としてこんなことを言ってやがりました。中学時代にずっと好きだった先輩がいたんですけど、体育や音楽の授業で教室を離れるたび先輩の教室に忍び込んで彼のブレザーを着たり匂いを嗅いだりしてました。わかる、お前の意見に共感したことなんざ一回もねえけど、これだけはわかるわ。テレビじゃ言えないだろうけど、どうせ先輩のジャージを裏返して股間部分に乳首擦りつけてた口だろ。わかるわ。そこまで。俺なんか好きな女子のリコーダーをアリの戸あたりにしっかり挟んでよ、両手にはめた上履きで血が出るまでチンコ擦り上げてたもんな。有吉さん、こいつ多分悪いやつじゃねえっすわ。そうだな。ねえっすわ。そうですか。道端アンジェリカさんもそうでしたか。いいやつかもな。女性でもするんですね、そういうこと。